好きな人。学校に戻ってきて遊具ができてから教室とか学校にいる児童がほとんど少なくなりました。あ、そう。ありがとうございます。どうもありがとうございます。広いし新しいので便利なこともたくさんあったので建ててもらってとても嬉しいです。新しく校舎とかに来たらすごいみんな笑顔で楽しそうだからこっちも楽しくなります。この前甘いですか？ありがとうございます。高いところだね。これ高いですね。マスパクト15度ぐらいあります、ね、これ椅子は10分いけるでしょうね。いきますね。今香港はもう持って行ってもうすぐにこう売れてしまうという状況になってます、サウジアラビア、中東にこれから展開していきたいなと。今のこう日本の農業の強さというのをこの東北から世界に広めていきたいなというふうに思っています。下水処理施設から熱を回収したり生物の力によって、油を取ったりすることによってこれが宝物に変わる日を今科学的に将来できないかということで、インフラが着実に中して未来型の施設に生まれ変わろうとしているというのは地域の皆さんにも勇気を与えられるでしょうし、私にとってもですね本当に勇気づられる思いがいたしました。